皆さん、こんにちは。ユノガエディでございます。今回紹介するポルノさんの作品はこちらです。ポルノグラフィティ、ビジュアルワークスオープニングラップでございます。はい。こちらはポルノさんにとって初のミュージックビデオが収録されている、作品でございます。リリース日は2001年の3月の14日でございます。ちなみにリリース日の8年後の2009年の9月の9日にデビュー曲から2008年にリリースされたベストアルバムジョーカーとエースまでのミュージックビデオが収録されているコンプリートクリップス1999-2008およびオープニングラップがリリースされたのですけども、このまあオープニングラップと、この作品の収録内容は一緒でございます。コンプリートクリップスもまあ去年あたりにまあ動画でまあ紹介しておりますので、まあもしよろしければ、そちらもご覧ください。ちょっとグダグダですけども、はい、お願いします。このコンプリートクリップスのあのオープニングコンプリートクリップスじゃなくてオープニングラップかオープニングラップのロゴですか。ロゴが、あの、デジタル時計みたいな、これですか、こんな感じ、なんでしょう、あの、デジタル時計のフォントっていうか、フォントと、なんか、フォントですね、はい。こういう感じの、まあ、フォント、僕、好きです。それでは、中身を見ていきましょう。中身はこんな感じでございます。 DVD が、1枚のみでございます。歌詞カードを見ていきたいと思います。収録内容ですけども、まず1番アポロ、アポロのまあミュージックビデオなんですけども、アポロのミュージックビデオの前に、一応 TV スポットですか、アポロの TV スポットが、あって、その後にアポロのミュージックビデオが流れるって感じですね。そしてまあ、まあ一応2曲目っていうか2番目は、1人の夜 TV スポットが来て1人の夜のミュージックビデオが来るって感じですね。はい。で、3番目が、TV スポットのミュージックアワーと、MV でございますね。はい。って感じですね。はい。で、こちら、カメですね。はい。まあ、どうでもいいことなんですけども、このカメの種類は何なのかって、まあ、さっき調べたら、ケズメリクガメという、まあ、カメでございます。このカメの、このカメ、動物園とかで、まあ、見たことありますけども、名前は、初めて知りましたね。はい。本題に戻ります。4曲目、サウダージの、テレビスポット、TV スポットって言った方がいいかなと、MV で、5番目が、サボテンの TV スポットと MV って感じですね。で、そしてその次が、最後ですね。最後が、ダイアリー000826の、が収録されております。って感じですね。1番のアポロからサボテンまで、はミュージックビデオで、6番目のダイアリー000826は、まあこのアポロからサボテンまでのミュージックビデオのドキュメント映像に、BGM に、ダイアリーが流れているというまあ映像ですね。まあメイキング映像にダイアリーが流れているっていう感じですね。はい。で、ミュージックビデオが、5つと TV スポットが、6つですかね。はい。で、メイキング映像が一つという、まあ、感じで収録されております。以上、ポルノグラフィティビジュアルワークスオープニングラップを紹介しました。それでは、また。